今回はね、次回の、あの前回の続きです。この中で幸せテクニックの中にですね、鶴光一さんの前回私が説明したのは絵で描いてある部分がありましたので、今回ご紹介します。あまり長時間やるとですね、著作権とかいろいろありますので簡単にやりますね。自分の想念を見つける、ここですよ、見つける。そして胸の前で見つめる、胸の前まで引っ張ってきて両手でここで見つめる、これはこの2の段階です。で3でですね、思いっきり宇宙全体に放出しますね。で4で胸に格納してトントンと軽くチャクラのところを叩きます。これはまあ自分へのなんかな、このまあいろいろなこの心理療法あるんですけど、トントンというのがまあ合図になって、この胸の中に記憶が戻ったよということですよ、うん。私はですね、過去に大失恋をしたことがあって、その時にこれがなかなか、これ30回ぐらいとかなかなか押せなかったんですよ。ほんで TM やって深い瞑想に入って、さらにまた20分やって1時間半やって、その後のコースが私、ま、学びに行ったんでね。そんでその後でこれをやってみたら強烈に効いたんですよ。まあ、大体そういう感じで3回やったら、今では昔のような激しい感じはないです。その後でまあ、あの一応ラブレターとかね、向こうから来たやつとか写真なんかも全部処分できたので、それまでは処分できなかったんですよね、うん。今が20年以上前の話ですけど、で今ではたまに思い出しますけど、なんか結局そう思いますとね、なんかこうチッて感じでね、チェって感じで、あ、そんなことがあったなって笑える感じです、うん。でもうそういうことで夢を見ることもないですし、何か酒でも飲んで深酔いした時にふっと思い出して後悔の念にさいなまれることもないです、うん。まあ、今ではですね、子供もできて結婚してる子供さんの姿を一回ちょっとなんか遠目で見たことがあったんで、ちっちゃい子、女の子だったかな、2人ぐらい、まあやっぱり結婚してるんだなという、幸せになってんだなというふうに思ったことがあります、うん。まあそんなことでね、かなり強烈な想念でもこれで選択できますので、うん、クリーンにできますので、私の前にできましたんで、ね、皆さんもしも悩んでる問題、上司、嫌な上司から失恋、あるいは経済問題、人生問題、老いとかね、あの加齢していく、年を取っていく時の不安感とか、今のコロコロ騒ぎの不安感とか、今後の人生とか、まあ、いろいろあったらこれでやってみてください。うまいこといくときれいに取れます。ただダメでも何回かやってるうちに10あったものが7とか6ぐらいになってたけども、だいぶ楽になりますから、ぜひやることをお勧めします。このテクニックがあなたに適合していたら、あなたは幸せになります。はい、では渡辺さん、次回ね、お会いしましょう。慣れるはずですということですね。